なんだか不思議な力を感じる場所だ。霊廟っていうぐらいですから、霊的な力があるのかも。ここは薄暗く、周囲がよく見えない。足元に気をつけて進もう。棘の生えた床を踏んでしまった。侵入者を阻む罠が仕掛けられているようだ。
白の兄弟員が現れた。君はとっさに身構えるが、相手は微動だにせず、こちらをじっと見つめている。君が居心地の悪さを感じていると、相手は袋に包まれた何かを君に差し出した。君は怪しみながらもそれを受け取った。すると白の教団員は一度深々と頭を下げ去っていった。蹴散らしましょう。
蹴散らしましょう。白の兄弟員が道を塞いでいる。こいつも雰囲気が少しおかしい。これ以上行かせぬ。
さあ戦いです。ラッキーですね。地下1階と違い、部屋に明かりが灯されている。どことなく人の気配がする。また白の兄弟員が道を塞いでいる。侵入者は殺す。蹴散らしましょう。いい感じ。また白の兄弟員。この霊廟に白の兄弟員は何人いるのだろうか。白く様仰せのままに。ラッキーですね。
には行かせないぞっていう雰囲気ですね。看板には、目に見えるものだけに頼るべからず、と書かれている。近くの壁を調べてみてください。白の教団員が、君たちの前に立ちはだかった。我ら白の教団こそが世界の平和を。教団員はいきなり君たちに挑みかかってきた。勝ちましょう。運を味方につけました。
白の教団員は、世界の平和は私が、とつぶやきながら、ふらふらとどこかへ行ってしまった。なんと、壁に隠し扉が。看板に書かれたメッセージは、このことを示していたのだろうか。近くの壁にも、この壁も隠し扉だ。やはり看板のメッセージは隠し扉の存在を示しているらしい。この先も隠し扉がないか探してみよう。エクセレント。扉を見つけた。侵入者を惑わせるには十分な作りだ。
ラッキーですね。
何本も薬瓶の入った袋を抱えた白の教団員が、薬を買いませんかと君たちに声をかけてきた。君が商品を見せてくれるよう頼むと、白の教団員は薬を並べ始めた。白の教団員は、命はお大事にと言い残し、どこかへ行ってしまった。買い物はもう無理そうだ。また隠し扉だ。この階には、一体いくつの隠し扉があるのだろうか。蹴散らしましょう。こんなところにまで隠し扉が。この仕掛けを作った人物は相当根性が曲がっているに違いない。
案の定、ここも隠し扉だ。さっさと通り抜けよう。エクセレント。この壁も隠し扉だ。これまでいくつの隠し扉を見つけただろう。そろそろ終わりだといいのだが。勝ちましょう。この先からただならぬ気配が漂っている。
入念に準備してから進むといいだろう。この先に進むと。この階全体が強大な力で覆われているようだ。白くのそばに白の教団の3人組が倒れている。こちらに気づいた白くは軽く目を向けると、なんだ君たちかと言った。お前はここで何をするつもりだと君は白くに問う。ここは霊廟の心臓部。白の教団がドラゴンを幽閉して竜の涙を採取していた場所だという。竜の涙は自然の摂理をねじ曲げるほどの魔力を有した液体だが、白の教団は独自技術でそれを薬に加工していたそうだ。やはりここにはメルブールを治せる竜の涙がと思う君をよそに、白くは続ける。俺は薬が憎かった。父と母を殺した薬が。君は白くも自分と同じような過去を持っていたことに驚きを隠せない。薬に恨みを持つ白くは教団内部に潜り込み、その根源を断つことを企んだ。そして教団の上層部にまで上り詰めた白くは、薬の根源がドラゴンであることを知った。以来白くはドラゴン殺害の機会を伺っており、先の火山でようやく念願かなったというわけだ。あとはこの場所を破壊すれば、ドラゴンの薬によって淀んだ世界は再び本当の姿を取り戻す。白くは祭壇の前でブツブツと呪文を唱え始めた。何かの儀式だろうか。白くを止めなければ霊廟は破壊されてしまう。そうなれば竜の涙も入手できなくなる。しっかり準備を整えて。白の教団の3人組は生きているようだが、力尽き床に這いつくばっている。君は白くの儀式を制止しようとした。すると倒れていた白の教団の白羽たちがよろよろと起き上がった。白羽は「白く様どうして?」と動揺を隠しきれない様子だ。我々は利用されていたのかと、ブラウは白くへの不信感をあらわにしている。白磁は「あなたの行為は白の教団の教えに背いていると白くを糾弾した。白くは全く意に介さない。それどころか、お前たちは我が目的のために利用したまで、全ては薬を根絶するために。そう言うと
シロクは再び儀式に集中し始めた。君たちは儀式を止めようとシロクに向かおうとした。するとその時、白羽が君たちの前に立ちふさがり、白羽は手で君たちを制止すると、あなたたちの力では彼を止められないと言った。シロクは白の教団内でも突出した戦闘力を誇る聖騎士だと。でも、とクロエが白羽の手を払おうとする。我らも共に。シロクはこちらに振り向くと、うるさいハエどもめ、邪魔だと一喝した。シロクがこちらに襲いかかってきた。こちらは数で勝っていますが、運もあなたたちの味方の。先ほどの戦いのせいで祭壇は壊れてしまった。祭壇に備えられていたらしき複数の瓶が地に落ちて割れている。満身創痍の白くが横たわっている。君はもう諦めろと白くに。するとシロクは懐から竜の涙を取り出し、こいつの力に頼らざるを得ないとと言い、竜の涙を飲み干した。シロクの肉体が異形へと変化していく。君たちの頭の中に
誰かの声が直接響いてくる。何も生きぬ世界、何も死なぬ世界、我がこの世界を汚れなき白に染め直そう。我は白の意志なり。自分たちにもこうなった責任の一端はある。白羽たちは3人の力と魔力を全て集結させ渾身の一撃を放った。白羽たちの攻撃が直撃した白の意志は動かない。だが君たちの頭の中に聞き覚えのある声が響く。我は認めぬ。この世界を、この抗いを。白の意志は再び動き出し、巨大な翼を広げた。力を使い果たした白羽たちは戦線から離脱した。再び動き出した白の意志は雄たけびを上げると君たちに襲いかかった。
汚れ切った者どもよ、我が力をもって浄化されるがよい。君たちは白の意志の力により行動を束縛される。白の意志に巨大な力が集結している。このままでは危ない。しかし君たちは白の意志の力で動きを束縛されている。クロエは束縛に抗いながらバルツの最後の言葉を思い出していた。お前の禁呪で世界の未来を決めろ。クロエは戸惑いつつも、この苦境を打開するには禁呪の力に頼るしかないことを悟っていた。我が魂と肉体を代償として捧げる。禁呪を唱えたクロエは最後にか細い声でつぶやいた。あなたが目的を果たすのをもう私は見届けられない。ごめんね、と。クロエの強大な魔力が白の意志の動きを封じ込める。だがその力はクロエ自身を蝕み束縛した。血を使ったクロエは力尽き、その場に倒れ込んでしまった。クロエの禁呪により
全員の体の自由が戻った。さらに体力も全開した。白の石は禁止の効果で動きが封じられている。今のうちにとどめを。全力で仕留めに行きましょう。見事、君たちは白の石を打ち破った。人間の姿に戻った白くは絶命しているようだ。君は禁呪を使い倒れているクロエに駆け寄った。するとクロエの体に何やら異変が。なんとクロエが魔物になってしまった。そこへ周囲を調べていた白羽たちが戻ってきた。祭壇に備蓄されていた竜の涙は白くと戦う最中で全て地に染みてしまったそうだ。君はクロエを失い、メルブールを元の姿に戻す願いもついえたことに絶望し、膝から崩れ落ちた。白羽はすっと何かを君に差し出す。それは白くが使った竜の涙の空き瓶のようだ。しかしよく見るとそこに一滴だけ涙が残っている。君は白羽から竜の涙を受け取った。ドラゴンが死に、
薬の供給が断たれてしまった世界。双子の妹メルブールの姿を戻す方法を探してきた君。そして魔物の姿になってしまったクロエ。ここで君は万能の力を有する竜の涙の使い道を選択する必要がある。よーく考えて選んでくださいね。君は何かにすがるように竜の涙に祈りを捧げる。すると君は竜の涙から放たれた激しい輝きに包まれ、徐々に意識が遠のいていく。どこからか声が聞こえる。起きて、とリディが君の体を揺すっている。目を覚ました君は辺りを見回した。無事でよかったとクロエは君を見て涙ぐんでいる。君は人間の姿に戻ったクロエを見て思わず安堵のため息を漏らした。ブルーノによれば竜の涙が激しく光り輝いた後君は倒れ、少しの間気を失っていたらしい。その時君は周囲にメルブールの姿が見えないことに気がついた。君は人間に戻ったメルブールを優しくしっかりと抱きしめた。かくして君の旅は一旦の結末を迎えた。これはその後のお話。始まりの城に戻り、一連の顛末を女王バニラに報告した君たち。ドラゴンの真相を解明した君たちには莫大な賞金が与えられた。しかしそれはすべてリディの家の修復費用に消えた。ブルーノは海岸の町の自宅に戻り、またゴルドーと小競り合いを続けている。ドラゴンは余生を安らかに過ごしたいという条件付きで王国への竜の涙の一定供給を約束。女王バニラは白の教団の非人道的な行いを糾弾し、薬製造技術を没収。健全な薬の生産体制を整えるべく尽力した。白羽、白磁、ブランの3人組は白の教団を脱退。恵まれない人々を救済する新たな団体を設立し、活動に勤しんだ。そして君、メルブール、クロエの3人は女王バニラから申し出られた宮遣いの誘いを性に合わないと断り、新たな冒険へと旅立った。双子の賞金稼ぎと黒き魔法使い、今日も世界のどこかで3人の口論が聞こえる。これは物語。遠い過去であり、
遠い未来の物語。Shut up.
ここまで遊んでくれてありがとうございました。今回の冒険はいかがでしたか？そんなご無体な。ですが、つまらないのにここまで遊んでもらえただけで、私は十分に嬉しく思っております。さて、あなたとの長旅もここで終わりかと思うと、名残惜しくはありますが、ボイスオブカードの世界でまたお会いしましょう。それでは本当にありがとうございました。